原発もなくなってほしいんですが、まずそれを作ってきた自分のことをよく振り返って、もう絶対にそういうことはないんだよって気持ちを込めて一緒に歩いていただければと思います。これからも変わりません。今日安藤に灯した火は大船観音様に広島の原爆の火をお分けしていただきました。同じ過ちを繰り返さないと誓った日本で、また原発の事故が起きたことに対し、自然や地球に対しての謝罪、鎮魂の意味も込めて歩きたいと思います。脱原発、はい、脱原発卒業。
はですね、8月の6日、原爆の日に、今日よりももうちょっと遅い時間になるかと思うんですけれども、またパレードがあります。その時またお会いしたいと思います。その時も、もうちょっと安藤の数を増やして、その数も増えると思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。また8月6日お願いします。ありがとうございました。